辻尾真嗣です。よろしくお願いします。はい、星野です。よろしくお願いします。はい、開幕アウェー2連戦になりましたね。はい、そうですね。はい、そこを負けなし、引き分け2つでクリアということで、はい、どうですかね。これはいいんじゃないですか、アウェー2連戦。そうですね。まあここどう捉えるかですけれども、まあ群馬戦はちょっと勝ちたかったなっていうところはありましたけどね。はいはいはい。まあただ失点0で抑えたっていうのは非常にポジティブなところですし、守備は非常に集中してましたし、はい、まあ攻撃もチャンスは作れてたので、まあそこを決めきるかどうかっていうところですけど、まあそこが本当に大きな差なので、まあこれずるずるっとこう無得点でいくと、ちょっとネガティブな雰囲気も出てきますし、なのでこのホーム2連戦ですかね、そこはかなりこの前半戦で重要なキーになるんじゃないかなと思いますけれども、次ね、ホーム2連戦町田と千葉なんですよね。そうなんですよ。そこちょっと強敵なので、まあどっちか取れればチームのあの雰囲気も上がりますし、流れに乗れるんじゃないかなっていうところは大いにありますよね。じゃあ群馬戦に関しては後ほどゆっくり。辻尾ラジオは金沢ホームケアクリニックの提供でお送りします。ということでお知らせがね、まずあるんですよね。はい、そうですね。はい、じゃあまず小麦の奴隷さんからいきますか。小麦の奴隷さんで3月からキーホルダープレゼントキャンペーンをすることになりまして、はい、パン6個お買い上げでキーホルダー1個プレゼントということで、個数はちょっとまだ決まってないんですけれども、まあ少し個数も限定しているので、お早めに行っていただければと思います。小麦の奴隷さんのパンのキーホルダーが当たるってことですかね。ちゃいますよ。それもちょっと欲しいです。ザクザクのね、ザクザクのやつで確かに可愛いですね。なんかあったらザクザクのカレーパンのキーホルダーではないと。ではないですね。もしかしたらこれ聞いて作るかもしれないですけど辻尾ラジオのキーホルダーですね、これがパン6個以上お買い上げの方にということで、まあ先着順ということですかね。そうですね、先着順です。3日ぐらいではけたらどうしよう。はけたらまた作りますよ。増産ね、増産します。でもこれなんかキーワードは必要ないですかね。キーワードどうしますか。キーホルダーじゃあ、まあ辻尾ラジオ聞きましたでいいですかね。そうですね、はい、辻尾ラジオ聞きましたって言って、で6個以上お買い上げの方に先着でキーホルダー当たるということで、いろんな新作のパンもね、準備してるみたいな感じなので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。あとキーホルダーとステッカーセットにしてホームページでちょっとプレゼントキャンペーンをするので、近々ちょっとお知らせするので、なるほど、ホームページのところをちょっとちょいちょい覗いていただければ幸いです。これは辻尾真嗣公式ホームページからよろしくお願いします。なるほどなるほど。すげえな、なんかキーホルダーすぐ履けそうな気するな。ですかね。で、星野からもプレゼントなんですけど、まあ先日ついに金沢の講演会に入って、で辻尾さんから盾と観戦チケットいただいたんですけれども、このチケットをですねリスナーの方にプレゼントするということで、でこれね、僕がホーム戦行く時って、まあ大体仕事なんですよね。パスもらえますもんね。そうそうそう。パスとか、ビブスつけて、でまあカメラで撮影してるんですけど、まあ別に家族とか友達にあげてもまあそんなもんなんですけど、これ中山さんがアイデアくれたんですよ。そうなんですね。関係者として来るから、それはプレゼントしたらどうですかっつって。ああいいですね。っていう話になって、で僕がねチケット紙のチケットね、受け渡しが結構大変じゃないですかとか、めんどくさくないですかっていう話をしたら、いやシリアルで行けますよ。真嗣ちゃんと言っとけよみたいなちゃんと伝えとけよみたいな話をしててすいませんあ、そっかって。そうですね、 QR コードとシリアルでいけるので、そう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 、だからDM とかでねチケット希望ということでお知らせいただいて、これ多分ね聞いてくださってる方は多分シーズンパスとかを買ってる人をなんかもいるんじゃないかと思って、多いでしょうね。なので例えば友達とか行ったことない家族とかにあげるとか、なんかね心温まるエピソードを送ってほしい。なるほど。ハードル上がるかな。いやいやいや、いいですねいいですね。チケットをどう活用するかっていうところを、そうですね、好きな子を誘いたいとかね、なんかそういうのいいな。これどうしようかな。じゃあ星野のツイッターの DM にしようかな。星野 P っていう名前でツイッターやってますんで、そちらの DM にですねチケット希望ということで、まあ誰にあげたいか、誰と一緒に行きたいかっていうことを記載の上応募していただければと思いますので、このチケットに関してはまあ今シーズンですねいつでも使えるということなので、まあ当たった方自由にそここは使っていただければと思いますので、ご応募お待ちしております。お願いします。もう一つはですね、はい、ツイッターでマーセルさんという方から投稿がありまして、開幕2試合ともゴールの匂い忘れども、ゴールの扉をこじ開けるに至らなかった津永金沢、誰が2022の津永ゴール第1号を決めるか、制限なうか辻尾ラジオで募集してはどうでしょうか。うん、当たった人の中から抽選で例のキーホルダーもらえたらいいな、お願い星野 P ということでいただきまして、はい、うん、でこれどうしましょうね。どっちもやってもいいですけどね、はい、番組の方はちょっと要確認ですけど、じゃあ辻尾ラジオでツイッターでそうですね、ハッシュタグつけてもらいますよね、はい、辻尾ラジオつけてもらって、うん、2022年の津永金沢のファーストゴールはこの人だということで、はい、うん、でその中からどうしましょうね、抽選にしましょうか。そうですね、抽選で何名にしますか、3名にしときましょう。5名にしましょう。はい、5名で。はい、キーホルダーとステッカーも。ああ、そうですか。はい、はいはいはい。セットでプレゼントいたします。はい。すごいね、プレゼントだらけになっちゃったね。いいですね、こうやっていろんな方とつながれて。そうですね。楽しいですよね。うん。盛り上がってきましたね。はい。やっぱね、キーホルダーとか作っとくもんなんですよね。うん。何にこう使えるか分かんないから。そうですね。うん。全部サイン書いといてくださいね。書いていいなら書いてください。いや、欲しいっしょ、みんな。じゃあサイン入りで。一つだけじゃあ、ミクルのサイン入りとかで。ああ、いいですね。ということで、オープニングのお知らせでした。はい。それではですね、第2節群馬戦についてちょっとお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、まず風強かったみたいですね。だいぶ強かったですね。あれ見てる限りは風は相当やりづらそうでしたけどね、実際雨とかよりも風が一番プレーに影響出るので、風上風下でプレーのやり方というか変わりますから、はい、両チームに言えることですけど、やりづらそうだったなっていうね、印象はありましたね。この試合ね、支配率 57% 金沢やったんですよね、うん、で群馬は第1節がもう 40% 切ってたから、今年はそういう戦い方なのかなというふうには思ってたんですけれど、はい、だいぶモテてましたね。そうですね、群馬のスタイルですよね、スタイルなのかやろうとしてるけどできないのかっていうところありますけど、守備のところやっぱり非常にその後半の中盤ぐらいまではコレクティブというかね、スライドもきっちりして4-4のブロック作ってっていうところは、なかなか硬いんだろうなっていう印象は受けましたね、群馬に関しては。金沢は、初戦見ても、去年に比べて、ビルドアップを丁寧にしたり、結構つないだりっていうところが見受けられたと思うんですけれども、支配率のところで言ったら昨年よりはこう上がっていくイメージになっていくですかね。そうですね、おそらくですけれども、この辺り、全然その現場のことを見てないんでわからないですけど、昨年よりボール握りたいっていう印象は受けるので、上がっていくとは思いますけど、でもスタイル的にはそこまでそこに固執はしてないと思うので、どうかなっていうところはありますけど、松本裕也選手なんかがやっぱり効いてて、ディフェンスラインからのボール引き出し役にかなりなっているので、そこは一つこうポゼッション率が高くなる要因かなとは、思いますけどね。闇雲に前に蹴らなくなったので、チャンスが増えたのかなって単純にね、思いましたけどね。そうですね、あとはやっぱり豊田選手の存在はかなり大きいですし、この試合でもかなり起点にやってましたしね、そこもやっぱり一つボール収まるっていうところで自分らの時間が増えて、ボールの保持する時間が伸びるっていうところはありますよね。松本裕也選手は、ミドルも打ってて、そうですね、で正面からのフリーキックもキッカーやってましたね。やってましたね、松本裕也選手はかなり良かったんじゃないですかね。藤村選手もですけど、この試合両ボランチはかなり効いてたと思いますし、運動量も多かったですし、サイドに散らすボールなんかも時折あったりして良かったなと思いますけどね。試合映像をちょっと振り返って見てたんですけど、両サイドバックが結構上がり目になって、藤村選手は結構降りてのちょっと3バックっぽいというか、いいとこ見てますね。ディフェンスの一番後ろのラインまで藤村選手が下がってっていうシーンが何回かあったので、これも狙いというかちょっと意識してるのかなっていうふうに思ったんです。あれを意図してるのかわからないですけど、あれはね、本当に僕も制限なうで出そうかなと思ったところで、ああいう変化のつけ方は相手も捕まえにくくなりますし、いいと思いますよね。もちろんね、ずっとその藤村選手後ろに下がってるっていうことではなくて、ちゃんとボランチというか1個前のラインにっていう時ももちろんあるし、球を見て結構前にもね、もちろんいてたしっていうところで、あれって固定っていうわけではないんでしょうけど、でもあれ去年こういう形って見てなかったなっていうのがあったので。そうなんですよ。僕も去年ボランチ応じてサイドバック高い位置取れって言ってたんですけど、藤村選手の個人的に起点を利かしたのかもしれないですけど、チームとしての約束事っていうよりも、ああいうのはこう相手の目線もそらしますし、捕まえづらくもなるのでいいかなとは思いますよね。そうですね、はい、なんかやっぱそのシーン見るだけでも、去年とやっぱちょっと違うなっていう感じがあって、見てて面白かったですけどね、全体的な内容で言えば良かったんじゃないですかね。本当に最後のフィニッシュのところですよね。あえてサイドバックが高い位置取れることが増えてきたので、はい、そこからの形ですよね、中に差し込んでコンビネーション使うのか、そこからサイドを崩すのかっていうところがまたこうバリエーションが増えてくるとフィニッシュが多くなるのかなっていう、最後の決める決めないっていうのはもちろんその運とかもありますし、もちろんスキルの部分が多いですけど、その数多くチャンスを作るってことが非常に大事なので、そういう形が増えてくれば面白いかなと、思いますね。前線の選手に関しては、林選手が消えてる時間が多いなっていう印象だったんですよ、ただ林選手までつながらないっていう、もうその前の段階で結構ミスったりとかが多かったのかなっていうところで、前線の選手、この試合は林選手、豊田選手のスタメンだったけど、途中で大谷選手と杉浦恭平選手が出てっていうところで、どうでしたかね、フォワードの選手に関しては。変えたタイミングも良かったと思いますし、大谷選手も相手かなり嫌がってましたし、杉浦選手、今シーズン初出場でしたけれども、非常にコンディション良さそうな感じもしましたし、起点にもなってましたしね、途中で力のある選手が入ってきて、流れ変えれるっていうことは、今シーズンのまた強みでもあるのかなっていうのは思いますよね。大谷選手ね、惜しかったんですよね。そうなんですよ、本当にあれを決めるか決めないかですよ、本当に。もう去年からね、ずっと言ってますけどね。いや、本当そうなんですよ、あれ決めるだけでもしかしたら J1 に行くような選手になるのかもしれないですけど、あれを決めきれるか、もう本当にそれで選手の価値が決まりますよ。フォワードはね、今年層が厚いと思うんですよ、まだね、丹羽選手も今年はまだ出てないですけど、そうですね、ああいうチャンスでやっぱ決めて、ちゃんとやっぱ使い続けられる選手にならないと、他の選手もね、得点取っていい感じになってきたら、ずっとベンチになっちゃうかもしれないし、やっぱ大谷選手、足速いなっていうのは、速いですね、ああいう風のある風下になったら、ロングボール止まりますから、1本、1対1になったのも松本裕也選手からのミドルパスでしたかね、あれもめちゃくちゃいいパスでしたけどね、風も計算して、ああいうコンディションの時は、大谷選手、いきますよね。次節、期待ってとこですかね。あとは大石選手かな、途中から入って、非常にボールに絡んでよかったんですけど、もっとシュート打ってほしかったなっていうのは、非常に感じましたね。去年のあの勢い、どうしたと思いながらね、見てはいたんですけど、そうなんですよ、なんか消極的やったなっていうね、ゴールに向かう姿勢が欲しかったなっていうのは、チーム全体としてね、結構つなぐ意識っていうのは、今年あるとは思うんですけれども、よりこう確率の高いとこになったのか、ちょっと初出場だったかな、こういう選手、その辺でまだ上がりきってないところもあるかなとかね、いろいろちょっと思いはあったんですけど、硬さはあったかもしれないですね。ただペナ内とかね、ボックス入るギリギリのところだと、やっぱり途中から入った選手はね、求められてることは得点に絡むことなので、その得点に絡み続けることでまたスタメンになって、また自分の、ね、価値も上がると思うので、そこはね、持っていってほしいなと、もう期待も込めて。思います。今シーズン J2 ですね、全勝が早くも1チームだけになったということで、横浜 FC だけ、勝ち点なしのチームは2チーム、水戸と秋田、得点なしが金沢と秋田、失点なしが町田、群馬、金沢ということなんですね。混戦、いきなり混戦ですよ。ですね、こういうふうになっていく、まだまだ長いですけど、混戦は続くでしょうね。でも今年どうですかね、ディフェンスラインはかなり安心して見ていられるような気はするんですよ。そうですね、安定してますよね。キーパーの白井選手もやっぱり非常にコンディション良さそうですし、松本大輔選手も、試合の中でやっぱ成長してるんだろうなっていうのは感じるので、安定してるんじゃないですかね。ここで誰か怪我人とか出たらちょっとね、嫌な感じはしますけれども、今のところ非常に安定してますよね。まず失点しなかったら負けないですからね。そうですね。でも得点しないと勝てないっていう、どっちもね、もちろん大事なんですけれども、山根とわ選手がだいぶ抑えた感じなんですかね、あんまり出てこなかったような気がするんですよ。もちろん動きは良かったんですけど、そうですね、やっぱり彼、前のフォワードの方がいいなって思いましたけどね。ドリブルでガリガリっていくのは何度か見せてて、うん、やっぱりいいなと思いましたけど、守備がね、うん、非常にポジショニング悪いんですよね。ほうほう、あれもっとあそこつけばよかったのになって思いましたけど、松田選手のところでかなり起点作れてましたから、多分本人もこうあんまり増えてなんだろうなっていうところはね見てて感じましたけど、はい、まあでもね、注目してたね山根選手でしたけども、うん、まあきっちり抑えたんじゃないかなと。そうですね、松田選手も結構ガツガツいってましたしね、思いましたね。はい、ということで群馬のね、でもね、あれだ、ダゾーンの映像がまた、いやそれはねめっちゃ感じました。寄りすぎてて、そうなんですよもうちょいなんかできないですかね。高さですかね、あれ何なんですか。画角がだいぶこう狭いから、ヒュン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 動いてたでしょ。ですし、こっちの選手今どうなってんねやろみたいな、そう分かんなくて、分かんないですよね。あれはちょっと見づらいなと思いましたね。誰か言ってあげてほしいなアウェーのチームは年に1回じゃないですか、見るのは。だからまだいいですけど、ホームのね群馬サポの方たちはちょっとかわいそうだなって思いながら、そうですよね、毎回画角だと見づらいなっていう。ということで、まあ群馬戦そんな感じで、いよいよね次節ホーム開幕戦ということなんですけど、今年は何人ぐらい来場者目標にしてるんでしたっけ。何人だったかな4000だったかな、平均4000。はい、ちょっと間違ってたらごめんなさい。確か平均4000ぐらいに戻したいっていうところだったと思います。はいはいはい。まあ開幕はいつもね、皆さん寒いので来られないというか人数が少ないんですけど、まあ今年はね非常に内容も期待できますし、まあなんせ豊田選手がいるのでちょっと来てくれるんじゃないかなっていう期待はしますけどね。実際どうですかね。なんかいろいろ考えとったんですけど、やっぱ最終的にはそこをホーム戦みんな足を運んでもらいたいっていうのはあるし、でもやっぱコロナ禍でだいぶこう減っちゃったところもあるわけじゃないですか。どうやったらこう戻ってくるで、まあ新しく新規の方も来てくれるかなっていうところで、今ねやっぱこういうコンテンツ、お金を出して何か見たりとかっていうコンテンツは本当に競合が多いんですよね。そうですね。結局スマホゲームとかに課金するか、じゃあスタジアム行くかチケット買うかみたいな、その勝負になっちゃうから、そのスタジアムに実際リアルでこう足を運んでの良さっていうのは伝えていかないといけないし、一回行けばね楽しいと思うんですよね。そうですね。アイドルもいるし、闇雲にチケット配るっていうのはまた違うんですよね。そこはね、そうなんですよね。でもやっぱ友達に誘われたとかがやっぱ多いかな、きっかけになるのって。そうですね。その試合が面白いかどうかでかなり変わりますからね。それはね言ってましたもんね。4-0で負けるのが続くとダメだよ。ダメですね。どうですかね。心を揺さぶられたい人は行った方がいいかなって。そうですね。まあ現地の雰囲気を感じればまたなんか変わりますからね。美味しいものもありますからね。なんで行ったことない人は今年やっぱ何人か誘っていきたいなっていうのもありますし、これ聞いてくださってる方もね、ぜひねお誘い合わせの上スタジアムまで足を運んでいただければと思いますので、もうだんだんなんか公式の方のまずね感じになっちゃって。非公式でやってるはずなのに。本当に本当に。はい。じゃあ来週ホーム開幕戦ぜひ勝利で行きたいですね。そうですね。それじゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。辻尾ラジオは金沢ホームケアクリニックの提供でお送りしました。